2024年3月27日、じゃあ25日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外で、ございます。明日ですね、中尾伏せ展。これは東大阪市だと思うんですけどね、伏せっていうのはね。古いね、伏せ市っていうのは昔ありましたけどね、東大阪市のね、伏せ展で、ストライキということがね、起きるということであります。中尾でのね、一部の店舗でストライキがね、行われるということであります。明日のね、午前7時30分です。午前7時30分にね、ストライキがね、行われます。午前7時30分に、ね、行われます。まあ、時間給ね、社員のね、時給 15% 賃上げせよということです。それからね、工事時間の賃金を払えと。なんか着替えの時間もね、これはね、労働時間に入りますからね。皆さんご参考まで。それから出勤時間のね、勤務時間15分、未満はね、これ切り捨ててきたというのをね、ちゃんと払う。1分でもね、残業はね、生じると。これも原則です。こういうね、要求をね、掲げております。中尾さんはね、正社員のみのね、賃上げをね、発表しております。中尾さんは正社員のみの賃上げを発表しております。しかしですね、中尾はね、まあ私もね、中尾結構私もね、利用します。利用しますね。特に広島で言うとね、ウィンズのね、そばにあるね、中尾なんかよくね、利用させていただきますしね。やっぱり料理がね、めんどくさい時はね、帰りにね、テイクアウトね、二人分ね、頼んでね、それで、ね、取ってね、帰るということもありますけどもね。正社員だけ賃上げというのはこれはいけません。私もね、客の一人としてね、客としてね、非正規労働者もね、きちんと待遇改善をするようにね、中尾に対してね、客の一人として、要求をね、させていただきたいと思います。消費者として、消費者の一人として、中尾の非正規労働者の皆さんに、連帯をしていきたいというふうに思います。それでね、ちょっとね、値上がりしたっていいじゃないですか。ね、ちゃんとね、非正規の、ね、労働者の皆さんがね、ちゃんとね、暮らしていけるということがね、大事なのであります。ひいてはね、全労働者、ちゃんとね、労働条件が守られるということが大事であります。中尾で明日ね、ストライキ、午前7時半、中尾伏せ展、これ東大阪市だと思いますけどもね、行われますので、ぜひ応援をよろしくお願い申し上げます。まあ、今日はちょっとね、原爆ドーム前で殺人未遂事件というのも起きましたし、それからね、強い雨がね、降っております。強い雨が降っております。どうかね、皆さんね、お気をつけいただければと思います。それでは皆さん最後まで、ご清聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。またね、労働者の戦い、しっかりね、行使することでね、権利を取り戻していく。これも庶民革命の一つであります。またこういう権利があるということを教育の中で言っていくと。いうことも大事であるということもね、最後に付け加えまして、私のお話とさせていただきます。また今週もどこかでお会いいたしましょう。失礼いたします。